にちは。寺と共生進化機構プロジェクト研究総括の深津武馬です。この度教育系の YouTuber の呼び乗り匠さんと学術対談っていうのを行いました。すでに前編は公開済みなんですけれども、この度後編が公開されました。前回はですね、ゾウムシとかカメムシとかアブラムシとかシラミなどたくさんの虫が出てきてですね、大騒ぎで、大笑いしながらですね、昆虫類の共生微生物について、語り合うみたいな動画だったんですけれども、今回ですね、生物学者としての私と、いろんな物理学者の方々との関わりですとか、でさらにはですね、我々の最新の研究成果、大腸菌を昆虫共生細菌に進化させることに成功した、そういうふうな内容について、詳しく、そして分かりやすく匠さんとともに語り起こしていくというような内容となっています。ちなみにですね、この研究成果っていいますのは、つい先日プレス発表を行ったものでありまして、ネイチャーマイクロバイオロジーの表紙をですね、私たちも、作り出したチャバネオカメムシ の写真、これを飾っておりまして、私たちエラ島共生進化プロジェクトにおける大きな研究成果となっております。で大変に面白いですね、見応えのある動画になっていると思いますので、ぜひこちらをご覧になっていただきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。